漱石さん何してんの。実は今イギリスのロンドンにいるんだよ。ロンドン、あれ高校の先生はどうしたんですか。ね、まあ、国からね留学生に選ばれて英文学の研究のためにね、ちょっと来ちゃったんだ。実は最近正岡子規君からこんな手紙が来ていてね。子規さん仲良かったですもんね。病気がひどくなって僕はもうダメになってしまったって、うん、僕が返事をかけないでいるうちに彼は亡くなってしまったんだ。それ大変じゃないですか漱石さん。日本に帰ったら自分のやりたいことをやってやりますよ。そうですね。子規君見ていてくれよ。あれ、なんだお前。その猫ちゃんはどうしたんですか。これうちのな猫だよ。足のね爪までこれ全部黒いんだよ。へえ。だからね福猫って言われててさ、幸せを呼び込むんだって。福猫がいるってことはいいこともありましたか。それはねもう小説の由来ももう続いちゃってもう大忙しよ。へえ。だからね教師の仕事をもう全部やめたった。お金も貯まったんでしょ。だそれがね、その妻のね京子がもうめちゃくちゃ無駄遣いしてると思うんだよな。ちょっとあなた、なんだよ、今月いただいた生活費が足りないのでもう少しいただきたいんですけど。なんだよそれお前、またかよ。なんかもっとやりくりを工夫できないか。私は必要な分しか使っておりません。無駄遣いで言ったらあなたの方ですよ。なんだよおい。お弟子さんがたくさん来る時のお料理代です。文学のために必要なんだよ。俺にしか聞こえないうーっつってるな。